アルバート・パドック・クレーリーアルバート・パドック・クレーリーはアメリカ合衆国の先駆的な極地地球物理学者、説評学者。1952年5月3日にはジョセフ・オフレッチャーやウィリアム・パーシング・ベネディクトと一緒に北極点に到達し、ついで1961年2月12日には8人編成のチームを率いて南極点にも到達した。南極点の探検では トレーラー付きの雪上車3台を使い、1960年12月10日にマクマード基地を出発した。クレイリーが率いた隊は、アムンセン隊、スコット隊、ヒラリー隊、フックス隊、ボストーク基地から出発した、1959、1960年のロシア隊、アンテロ・ハボラが率いた最初の米国隊に続き、陸路による探検隊としては、 史上7番目に南極点に達した。クレイリーは知的でウィットに富み、技術にも優れ、極地研究探検隊の指揮者として広く尊敬された。1963年には南極探検の功績に対して王立地理学会から金メダルを贈られた。クレイリーは1911年にニューヨーク州の農場経営者の家庭にあぐまれた。 七人兄弟の上から二番目の子供であった。ニューヨーク州カウントンのセントローレンス大学で物理学を専攻し、地質学を学んだ。1931年、ファイ・ベータカッパに認められる最優秀の成績で大学を卒業し、さらに物理学での修士号取得を目指してリーハイ大学に進んだ。南北両局地における長年の研究を終えた後は、 ワシントン DC に妻子と共に定住した。クレイリーは1987年に死去した。1991年、合衆国南極プログラムを運営するアメリカ国立科学財団はクレイリーを記念し、その名を冠した芸術的な設計の実験棟アルバート P ・クレイリー科学技術センターをマクマード基地に開設した。クレイリーの名は南極大陸にあるクレイリー産地や、 クレーリーアイスライズに残されている。クレーリーは、自らの専門分野に、様々な重要な形で貢献をした。クレーリーは、数多くの巧妙な研究者、有名な研究機関と一緒に仕事をしていた。メダルズアワーズ、ゴールドメダルリシピオンズ、ロイヤルジオグラフィカルソサイティ、2016年11月30日、閲覧、マッケンドリュー、 ジェームズレポートオンプロジェクトモーグルシノプシスオブバルーンリサーチファインディングス2012年12月12日閲覧ありがとうございます